リニューアルした北ガスアリーナ札幌46、バスケットコート3面分を備え、市が保有する体育館としては最大の規模です。他にも剣道やボクシング、アーチェリーに弓道など、既存の武道などの種目を継承した体育館となっています。今日はオープンに先駆け、内部が報道陣に公開されたほか、フットサルチームエスポラーダ北海道が公開練習を行いました。全土各地から集まれるような体育館があるというのは、本当にこう北海道札幌ならではの魅力なんじゃないかなというふうに思いますので、スポーツがさらに盛り上がるきっかけになるんじゃないかなというふうに感じています。